アップルのスティーブ・ジョブズ亡き今、本当に怖くてね、性格悪いのは、ジェフ・ベゾスぐらいだということでね、言われてます。これね、大前健一さんの、セミナーでもそういう話をされてました。で、そんなこともあって、まあ、アマゾン輸出というのは自己流では稼げないです。これをね、甘く見てる人多いんですけど、まあ、普通の日本の常識でですね、お客さんのためにって言ってやってても、まあ、アマゾンからね、よくわかんない因縁を吹っかけられたり、ライバルにね、陥れられちゃったりして、退場という形で、残念ながら Amazon 断念してる人もいます。まあ、非常に稼げるだけにですね、もったいないです。商品さえ載せりゃね、何百個でも何千個でも売れちゃうわけですから、まあ、これはうまく使って稼ぐに、越したことはないんですけど、ちょっと扱いでね、注意点が必要と。で、この Amazon のジェフ・ペゾスという人はですね、能力で教師をランク分けするというドライな仕組みを小学校6年の時に思いついたと。ね、あの先生いいよねとか悪いよねとかそういう可愛げのある話じゃなくて、アンケートを取ってこういうとこがいいとか悪いとかっていうのを数値化してですね、ランク付けしてたと。すごい小学6年生ですよね。そして、ペルさんが考える成功の秘訣は、顧客中心、長期視点、創造と、ね、新しいことをやると。で、この顧客というところにね、Amazon の出品者は入っていません。購入者だけです。どちらかというと、出品者というのはもう、社員扱いと、ただでこき使える社員扱い、フルコミッションの社員扱いで考えています。まあ、これらのことを考えると、時に理不尽だという対応も合点がいきます。ですからね、無駄なこのシステムがおかしいとかいうのは言ってもしょうがないんで、そうじゃなくてどういうつもりでね、Amazon がシステムを使って運営しているのか、それを分かって、使うんであれば、Amazon は非常に使いやすいです。日本の常識でですね、普通に考えるとおかしな点というか納得できない点は、たまにありますけど、まあそういうのはそういうもんだと割り切ってね、どうやればうまく使えるか、そこを考えて効率よく使うのが Amazon 輸出で、初心者でもストレス少なく稼ぐ方法です。自己流でやってる人やですね、よそ様のノウハウでは真似のできないノウハウがあります。これは全部のサポートをね、私が、チャットワーク、それからスカイプで引き受けて、こうやってうまくいった。こうやって、まずくなってると。こうやったらうまくいった。こうやったらまずいことになったと。そういう事例をですね、何千何百という数やってますんで、もうおおよそ予想がつきます。で、コロコロね、システムも変わりますけど、こういうつもりで変えてるんだなっていうのもね、ある程度、やりたいこと、Amazon がやりたいことをね、考えてみれば、こういう方向行くんだなというのでわかります。で、そういうのでね、まあ、ぴったりと読みが当たってるんで、初心者の方でも、まあ、本当に無理なく、1ヶ月、2ヶ月で、月10万稼げるようになりましたとかね、すごい方だと、まあ、半年ぐらいで100万稼げるようになっちゃいましたという事例が出ております。今度の水曜日、午後11時まで Amazon 輸出サポート会員募集してます。この機会に始めればですね、ホリデーシーズンで一気に、売り上げが上がって、そして、まあ、3ヶ月で月10万稼げるところ、ホリデーシーズンのおかげで2ヶ月で稼げましたとか、まあそういうスピードでですね、稼ぐことも可能です。まあネット初心者の方が稼ぎやすいノウハウ、まあ Amazon 輸出に、勝るものはないと思います。ただし、自己流やよそ様のノウハウでは稼げないと思います。転売アカデミーの Amazon 輸出サポート、この機会にご入会されてはいかがでしょうか。ご応募お待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。